あに人がそんなに来ないんであああのし使用済みの部屋で <laughs> あの使っていいんでお菓子パーティーしようかなった <laughs> 終わった後来なんあそた何もない使用済み気にしないからいいかな知、ね、らんけど中かが気にしないっすよねっつって気にしないけどありがういます携帯で動いた どうも皆さんこんにちは携今ですね相方の足くんが携帯をなくしたということでね携帯ありましたあったそうでね不注意でございましたそうですねあと20秒ほどで始まりますので携帯にねいろいろ情報が入ってますからそうですね今日のラジオが進行できないなりかないんですけど僕が進行することになりますけどねはいほんに不安でしかない1時間になると思いますけどね

今週のオープニング漫才、テーマは風。はい、どうもゴールドリードです。お願いします。お願いします。いや、あのね、最近やっぱ寒くなってきたなと思いまですき昨うぐらいからね、いやこ季節の変わり目って言いますから、体調管理しっかりしないと。また辛いよな、俺もよ、最近体調が悪いわけさ体調が悪いどんなふうにまず睡眠時間、毎日8時間弱しか寝てない。絶好調じゃないかな、8時間も寝てるんでしょ。 まあまあ寝てないかな。あとはご飯が3回しかおかわりできなかったり、朝はアラームなしでちゃんと起きたりね。正常やしやお前えー、普通の生活遅れてるやしょ。お前いやでも最近爪が紫色に変色してきたけど。あ、それはやばいな。えーな、何したらそんななのお前。あった僕。正常やしやもえー、正常なことしかなってんやしお前いやでも本当に体調が悪いわけさまじで。<laughs> 悪いわけああはい。ティッシュで鼻間だいっぱい出てくるわけ。ああ、はい。あー鼻水だろ鼻水。いや、鼻くそよ。汚いなや。<laughs> え、なんで鼻くそだばよお前体,調体調かありそうなん関係ないだろうや。何や勝手に鼻くそ大量生産してるばお前。いややっぱり悪いのは体調より今日の俺の機嫌やさそれはお前次第だよ。どうもありがとうございました。 はい始まりました。西チュンド水曜日ゴールドリードアンチテーゼ。はい僕らゴールドリードア足とみと。はいゴールドリード元帥でお送りします。お願いします。お願いします。あの僕らこのラジオなんですけどあのキュートっていうこの進行表を見ながら進めてるんですけど。そうですね。今僕しか持ってないんですよ。そう普段は普通はあの二人印刷して二人見ながら時間見ながらやってるんですけど僕しかあの最近持ってないんですよここ。 月ぐらいかなで俺が進行してるんですけどね今元志君が始まる3秒前ぐらいにこの九州投票を取って俺が進行しようみたいな感じでやってたんですけどだったら印刷しとけって思うんでなるほどそういう意見もあっていいと思う俺はなんだお前違う違う違う社会主義だしな日本は違う違うそんなボケ求めてないそんな話したいんじゃない社会主義かどうかも分からんけど分からんけどねだから話したいことがあるんですけど中田猫さんからね こんんばにということで、いチャイチャということでね、見られさそうですよ、そうですね、恥ずかしいですね、人生のおてんというね、見ましょうか、イチャイチャおてんっていう、なんですけど、すごい、ツイキャス、30分前しかできないじゃないですか、コンテニューコインが5枚くらい集まれば、30分延長できるじゃないですか、すでに延長できる状態ないですね。 みんな頑張ったってことですごいなんでだろうじゃそんな話したいんじゃないコンテニューざいますありがとうございますじゃそんな話したいんじゃないの誕生日プレゼントを考えたい誕生日プレゼント友達が昨日誕生日やったんですけどおお明太あの誕生日プレゼントってやっぱ何あげていいかなっていうのは永遠の悩みかなっていうのは迷いますね何あげた方がいいのかな ああなるほどあああああげてないんだまだそうそうまだ俺あげれてないわけさなるほどね何か気持ちのこもったものあげたいなと思うんだけどうん何あげたらいいかなああああんぱいでいきたいのあんぱいっていうかふざけなしでいきたいわけ俺何ていうのかな芸人ふざけなしでいきたいの普通にお前違う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 えそこは芸人芦富和樹じゃないんだいやそこは芸人じゃなくてただの学生の芦富和樹なんだ違違うう学生とかじゃなくて芸人じゃなくて 何、あのー、て言うかな面白いって思う芸人の仕事っていうのはさ、はいあのー、人を喜ばせたり楽しませたりすることが仕事ってさね,そうで,すねでもそこで悪ふざけが入ったら面白くないわけよ人を楽しませる上で悪ふざけが入ったら楽しくないわけさだから悪ふざけで贈り物をしたらやっぱ面白くないわけよ、うん、ちゃんとした上でそこにプラスアルファしたら面白いかもしれないけど、うん、何かだからふざけてこれだけっていうのは俺はしたくないからちゃんと気持ちの思ったものをあげたいなっていうはあ、はあ、うん これ、俺のちゃんと熱い意見。これ、笑いなしのやちの意見なので、の今日は一人の人間としてお任接していきたいなと思うんですけどね。日はじは芸人遊び芸人とかじゃなく、ふざけるんじゃなくて、やっぱプレゼントっていうのはふざけるんじゃなくて、ちゃんと、ちゃんと気持ちのこもったものを俺はあげたい。なるほどね。気持ちのこもったものかだから何をあげたいかなと思って。あ、一応、中田猫さんからもコメントあるんですけど、男性ですかってことで。そうですね、男性ですか。 男男男性です男性ねはい男性でも同性だったらとっても考えやすいんじゃないやっぱりいやでも考えやすいかもしれないけどやっぱり何が欲してるかっていうのはその人しか分からないんだから趣味趣味とかがあるんだったらそこに寄せるのもありだし趣味のものって大体持ってないでもやっぱり趣味だからねだから持ってないジャンルのものをあげたりとか生活の必需品必需品 <へ>必需品<う>難しいことは言わすなお前いや難しくはないとも別に必需品ねえ <laughs> 大事なものだから生活していくで使っていくものとかを何がいいかなと思ってねもご飯とかおごったらいいんじゃないいやでもなんか 普通にあのちょっと高い店で今日は俺が全部出すよっつって焼肉とかよ特にそれは別にいいデージありがたいなと思うよ今時間がないし何かしら気持ちがこもったものをあげたいわけよなるほどね時間もないから楽しい時間を過ごすのはいつも通りだからいつも通りものにしたいきねはいい楽しい時間はいつも通りプレゼントするけどああ何なのかな俺は でも本とかいいなと思ったわけですよ。自分が好きな本。でもそれって考えの押し売りさ。そうだね。CD とか。買ってあげるのは俺違うと思う。なんかこれいいよっておすすめするのはいいけど、買ってあげるのは押し売りな気がするから、違うかな教えた上で、その本人が見ようって決めるんだったらいいけど、買ってあげるのはちょっと違うかなと。そうなってくると、やっぱりもう。 一番安泰なのはやっぱご飯だと思う俺はもういやちょっとだから身につけるものでお前,お前屈しないなお前絶対ご飯だと思う,違う,違うそうなってくるだから気持ちのこもったものをあげたいわけさ俺はだからあの一番なんていうのかなこの手軽にあげれるようなクロックスかなっていうのを思ったわけどあのスリッパね最近結構いいやつクロックス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 か <うん S 1> クロックスか <うん S 1> ククスかスリッパねスリッパあったら 別に出かける時に草履じゃないスリッパええゃあマジで草履だろじゃあスリッパって草履とスリッパは別物だからマジで違う違う一緒だよあんな違う違う違う,違う,違うそこまや予約してないから、まあまあ、いい,い,い,いスリッパなんだけど、はい、スリッパあの別に出かける時に履くようなもんじゃないさただ<で>コンビニ行くぐらいで<ー>家の周りちょっと歩くぐらいで履くもんだから、うん、別に気抜けてる時だからそんな ななんていうかな本気のこの私服じゃないからあげても支障ないかなって思う、ね、いやなんか俺はスリッパとかはちょもらったくはないな一応そういうのは自分で買いたいっていう人だからさすがにあ<ー>これ身,身につけるものぐらいはでも身につけるの本気の私服じゃないからいいんじゃないかなっていうのは思うけど T <laughs> シャツとかっいやだよシャツとかはもうなるけど。うん クロックスぐらいだったら大丈夫じゃないかなっていう香水とかもさすがにねちょっとやっぱ好き嫌いあるしだからクロックスとかこのんていうかなクロックスとか本当に思い浮かばないけどペンとか結構いいペンとかあ文具はいいんじゃない文具で文具とかなのかなでも上等文具買ってあげればいい文具いい文具いい文具はいいよいい文具はいいよ本当に使いやすいやつねそうそうそうとっても使いやすい結構いいでも交換できるやつとか手軽に。 いいやつ。皆さん、じゃ、あちょっと皆さんにも聞いてみます。か何がいいんですかね、皆さんね。何、何が何、安牌がいいの。安牌っていうか、ちゃんと気持ち。当たり障りなく。うん。気持ちがこもったもの。気持ちもこもってて。そう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 。じゃ、ふざけたくはないんでしょふざけたくはない。あこれ一個人として接したい。また難しいな。うん。ちょっとコメント読んでいきましょう。はい。はい。ああ、一応、あの、先ほどツイキャスの件なんですけど。ベータさんから。はいはい。こんばんは。こんばんは。 コイン前の番組からの持ち越しが4枚あったよってことかあ持ち越しができるんですね。あ使ってるアカウントが一緒だから持ち越しされるってことなのかなそういうことか。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こんばんは。バンさんから、い。足と見て、囚人になったの違いますよ。あボーダー着てるから囚人あ、本当だ、今日囚人だ。違うんですよ。あの、寒くなってきたんでね、やっぱ、ちょっとニットをつけたいなとニットをね。えめっちゃ白黒やし。俺今気づいた。お前、T シャツ、すごい、白の T シャツ、すごいばん出るから言っては。 すごい黄ばんでるから、お,<い> <laughs> お前、お <laughs> 俺に言わせれば、そんなのほぼ雑巾えええ、<laughs> はい、<笑><笑>怒るよ、お前。怒るよ、お前。<laughs> 人の洋服、雑巾してる。<laughs> あ、あの、はいはい、プレゼントの案が出ましたよ。はい、中田猫さんから、はい、腕時計。あ、腕時計。あ、でも友達この、のこの友達腕時計してるんだよな、残念ながら。なるほど。ああ、ちょっと難しい。じゃ 両腕で両腕あのホンダスタイルホンダスタイルミラノの時間とあここがミラノの時間ですねってやるそれを定番にさせればいいさ友達定期的にミラノ行かないから別にいいんだあダメなんだそうそう腕時計か金と那覇行き来するぐらいだからこの服とかクロックスとかはスリッパは持ってるさ誰でもいや持ってるけどさ結構いいやつってうれしくないや腕時計も嬉しいと思う俺腕時計腕時計ね腕時計カバンはカバンは持ってるさそれゃ 持ってるけど、カバンも好き好きみ分かれないまあ分かれますよ俺はどっちかっつったらクロックスよりはあのこのカバンとかの方があの結構なんか自分ではこだわりたい派だからはい,はい、はい、だからあんまりクロックスとかの方がいいのかななるほど何をこだわるかにもよるねその人がこだわらないもので使うものをあげたいね、うん、何がいいんですかちょっと難しいですけどねさあもうお時間ということで,ねそうですね時間ちょっときたんでねおお初めて使ったはい今、まあ、時間きたんでねちょっとチーン鳴らしてみましたけどねもう f m ノのン4か月ぐらいやってますけどずっと目の前にあったこの初めて鳴らしのパン初めて鳴らしのそうですねえはいまあまあこういうのもこういうのも遊びながら遊びながら行きましょうじゃあコーナー行きましょうかあ違いますねどうします結局じゃあプレゼントはプレゼントは何かもう随なんか随時皆さんがこういうプレゼントいいんじゃないっていうメッセージがあればね松本早くかかってあげてちょいちいだからもう俺は 聞きながらやるからその本人にあなるほどちょっとねあ一番は悩んどくん時間作って一緒に行ってこいもん一緒に行った方がやっぱいいねそこでね買いたいもの買ってあげてはいそうっすね俺にはいやないんでねなんではいちょっと時間が来てるんでね対応すんなこれはい行きますけどすんなお前はメッセージ皆さんからお待ちしておりますはい FM ノ野湾のメールアドレスが797アットマーク FM 祈野湾 .com となっておりますい、ツイッターでのメッセージがですねハッシュタグをつけてゴールドリーのアンチテーゼとつぶやきくださいお願いしますもう速度制限解除されましたんでそうですねみんなンガンでねつぶやき放題ですよね第4週とかね見づらかったのでとっても速度制限決めて大変でしたいきましょうかじゃあ最初のコーナーツッコミ大喜利 はいこのコーナーですねお題のボケに対して面白い突っ込みを考えていこうというコーナーでございますはいお願いしますあアイシエンのユミさんからこんばんはこんばんはこのチーンってのいろんな番組でよく使われてるねホームマデカ TV とかで使われてますけどなるほどねよく使われますねそうですね多様化されて僕らも多様したいと思います四回で詰めにしてやっと早速今日のお題の方発表お願いします今日ですね全部ジブリですよお ジブリ関連名作アニメを3つ持ってきました1つ目が「千と千尋の阿弥陀仁」2つ目が「ハウルの動く寺」3つ目が「もののふ姫」なるほどこの3つの中でこの3つの中にツッコミを織り交ぜていって面白いやつを一番選んでいこうじゃないかっていうやつ芸もののふ姫好きっすじゃ早速来てますね早速来てますけどはい じゃ行きましょうか何の写真今今スクショですいらなくない今投稿来てたんでね後から見返すときに必要なんでいらなくないかなじゃ早速行きましょうかね最初ですねはいじゃ愛知県のゆうみさんあ愛知県のゆうみさありがとうございます愛知県のゆうみさん愛知県のゆうさんはですね全部来てるんですけどはいどれ読みましょうかね三番目読みましょうか三番目いきますかはいでは行きましょう名作アニメもののフ姫 桃色クローバージェットー <laughs> と来ています <laughs> どういうことですか、はい、どういうことですか、はい、これちょっとあのマジンガー Z を彷彿させるような <laughs> 分,か分かりますけど、はい、あのどういうことですかこれは <laughs>、はいはい、いやそういうことでしょうえっちょっと見して

今回の主役は「あみだくじ」決めまーすってうんかーい <laughs> なるほど。でございますよ。はい。いいですね。ノリツッコミです。<laughs> 王道の。王道のノリツッコミでございます。<laughs> はい。続きまして、うましょう。かね、はい、続きまして、ピンクさん。ピンクさん。はい。ありがとうございます。ピンクさんはですね、1番。ピンクさんも1番。あ、1番。1> はい。いきますか。名作アニメ「千と千尋のあみだくじ」。 元の世界に戻れるかは、阿弥くじで決まる。千尋は元の世界に戻れるのか、豚になった両親も救うこともできるのか、すべての運命は顔なしの阿弥くじが握る。顔なしだ顔なしが引くんかい。顔なしが引くん。ち引いちゃダメだわ。顔なしっていえば、ハロウィンの仮装で結構話題になってました。幼稚園で、ツイッターでまだ来ましたけど、あれかわいいっすね。かわいいっすね。幼稚園でみんな仲良し。何の話じゃいや、顔なしの話。はい。あ いっす。千尋が弾けないんだなと思って今。千尋がね。顔なナが弾くって面白い。えーって弾くんだは。あいつ手あったっけ？わからん。分からんけど。次いきましょうじゃ。ああるよってあの昨のやつ取るときに。もういい早く。続きましてえワッシュ田中さん。あワッシュ田中さんお願いします。は三番。三番はい。いきますか。名作アニメものの不姫 つまり、おたさの姫では。<laughs> 違うわ。ええ、違う違う。違うそん決めつけたの決め,つけ、ね、決めつけがすごい,いや、モノノフはな、あの、桃色ロクローバー Z あファ,ファンと言いますか、そういう人たちはモノノフって言うだけです。モノノフって、ってなんか他の意味もなかった武士的な意味もなかったっけああなんかあったような気がする。た <laughs> 多分ある。たぶですだから、武士姫でも、多分当てはまってるから、一応どっちの意味でも。 なんか今分かんないっすけど今みんなももクロ寄りにあそうでしょうねだから俺ももクロ寄りに今言ってたから何のことか全然分からないああそういうことなんです何のことか分からないまま突っ込んでただから気持ちがこう持ってなかったレミさんすいませんしちょっと分からないんですよね僕ねあんなこもらずにジェーッとって言ってたっけ一体本人が分からないというすいませんねちょっとねはい続きましてイケさんあ池イさん池辺さんありがとうございますイケさんですね2番 お、やっとお、やっと二番来ましたよ。はい。こう今日来ないんじゃないかなと思ってました。二番行きますか。名作アニメハウルの動く寺正月参拝しにくいわ。ああ面白いな、面白いな。確かにここいつ動くからなってなるから。 こいつ動くから今年はどこにいるかみたいな。ふて間にいるかもしれないし。どっかにいるかああ、いいっすね。ちょっと面白いな。今、こんだけ来てるんですけどね、ちょっとツイッターでも確認しますので、ちょっとね、ちょっとつないでてください。つないでてください。ああ、でもどれが良かったですか、個人的には。僕っすか。これ言ったらあれじゃないかあ、でもだから全然。あ、そうなんですか。僕は 愛知県のユーミーさんあーなるほどジェーっと面白いですねなるほどですねこれどっ <laughs> あ今じゃちょっとなかったんだね。今、あな<ー>かったっすか今だからあの今ユーミーさんかはい <laughs> あのこの池ケペイさんのやつかはいあのなんていうんですかねこのラジオネームピンクさんの顔なしのアミダクイズさんあーはい今ちょっと有力候補なんですけど三つで迷ってると,とど,どれがいいですか <laughs> どれがいいいっすかねねちょとや僕はさっき伝えました。そううあもすね僕は伝えましたから。じゃあ、ちょっと僕は。君にちょっと委ねられてるんで、このコーナーは。じゃんけんしましょうか、じゃん。いいよいいよ。じゃんけん大事ですか。いいよ、お前が決めていい。いや、これじゃんけん。なんだ、これ。じゃんけん。最初はグッジ、ジャンケポン。あ、なるほど。じゃあ、今日の。え、嘘。こんな決め方だっけ、これ。いやでも全部同じぐらい良かった。あ、そうなんだ。全部同じぐらい良かったから。運も必要ということで。そうそう、土壇場でね。はい。来ましたけども。じゃ 最初の M. V. T. 決めていきましょうか。はい、わ、はい、かりました。今週の M. V. T. は。愛知県のユーミーさんの。名作アニメ。もののふ姫。桃色クローバー。ジェット。に決定です。おめでとうございます。対応するな、対応するな。<laughs> ほら、中田猫さんから。じゃんけんなの <laughs> ってことです <laughs>。じゃんけんなんですよね。<laughs> 初めての。<laughs> はい。 そんなシステムだっこれ結構緩めな感じでやってますからね、アットホームですよ。アットホームな感じであゆみさん、こんな決め方、ありがとうですということでね、おめでとうございます、愛知県のゆみさん。今ちょうどね、ツイッターのページを開いてて、ゆみさんのページを開いてるので、とりあえず、いいね押しときます。MVT の証し。いいね。足止めからのいいねということでね、全然需要ないですけど。ありがとうございます。いや良よかったですね。 はいはい本当にね。ありがとうございました皆さんねまた来週もありがとうございますあるんですかこのコーナー来週ももう一回やってるでしょ。あります次週のお題はですねまた僕らのツイッターにて告知いたしますのでお願いしますたくさんの投稿お待ちしておりますお願いしますでは一旦 C.M. ですはい今 C.M. 行きましたけどもね今日あれですねどうですか。

ゴールドリードのアンチテーゼはい、明けまして。明けましておめでとうございます。はいあれはい。あと2か月ぐらい先取りの。はい、明けましておめでとうございます。あ、違う違う。CM 明けましておめでとうございます。そうかもしれないですけど。始まりましたよ、皆さん。今日対応していきますよ。俺が持っとくもきなお前。うお前親権は俺にあるませ親権っていうの、なんか変なあだるや。えっとですね、ちょっと言いたいことがあるんですよ、僕な何ですか 僕ね、あの先週金曜日の話なんですけど、だめです。あの話ですかはいだめです。だめですかだめっとやめさせてもらっていいですかだめです。だめですかあの話。いや、いいよ、いいよ。いいんだ。にお願いしますあの皆さんにも聞きたいくて、足止にも聞きたいんだけど、ははいもう知ってますけど僕ねあのさっきも言ったんだけど、俺の家で酔っ払って寝てただしあの 俺お前の家で寝るほどあれじゃないからさこの金曜日夜の11時ぐらいにお母が、もあい帰りに俺の部屋まで来てあんたの車の横に酔っ払いが寝てるよ庭のね駐車場のねはいはい見に行ったら本当に寝てるんですよこのある人がねある人がびっくりしてとりあえず声かけて「すいません何してるんですか?」とか。 寝る場所じゃないですよって言っても全然動かないわけよあもう寝てるんで爆睡してるんだいやもう一部の音もしないえ危なくないでも死んではないよさすがに死んたらもうここで言えないだろさすがにさすがにね言えないだろうでこれちょっとだからいびきとか書くぞ普通はいびきも全く無音だったから怖くなってから警察呼ぼうかなと思って家で警察呼ぼうかなと思ったら いや警察を呼ぶなと面倒くさくなると大ごとにするなとこういうのは自分でちゃんと声が出てからもう出てってもらいなさいとそうそうそうで戻ったらいなかったんですよあなるほど起こそうとしたらね神様じゃ神様じゃ神様ななのかあそこでお前が起こさずに布団の一つや二つでもかけてたらお前が恩返しっていうか 多分痩せてたと思う。わからんけど。そっち系なんだ。130キロ超えだけど。そっち系なんだ。多分もっとシュッとして、これからの人生バラ色、バラ色だったと思う。そこで噛むんそこでですけどね。神様だったわ。バンサー。神様ってこの、あの、神々の神様ってこと降臨したよ、今。むしろ。そっちの方かな。バンサー、私だってきてます。それ、モンスターエンジンのあれでしょ。 どれホントだろネタネタそう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 ,そう <laughs> 私は神だってやつね面白いやつどょっだから怖いわけさはいだって1分もかからんかったわけよ戻るまでああそうなんだすぐ戻ったら、うん、もういないわけよでも普通にあれじゃない意識あったんじゃないでも意識あって寝てたのなんか寝てたけど <laughs> 起こされたけど今起こしてあの今目覚めたよでも目開けたらあこれなんか警察呼ばれるなみたいな感じになってはい、はい、お前がどうしようかなって一回 戻った,家の中入った瞬間に、<laughs> <laughs> 寝るな寝るなもう人んちで、マジでびっくりしたああ一応そんなことがあったんであのちょっと皆さん気をつけてくださいね本当にね <laughs> 本当にマジで、はい、みんな気をつけましょうね本当に本当にね。はい ペーターさんから、の肉とりじいさんだったとか、そっち系の神だったか、あのお前が痩せるためにチャンスを与えたのに、今もこの体格、チャンスを与えたたんだろうな、失敗しましたね、人生やり直せるならそこからですね、ターニングポイントだったターニングポイントでしたよ、先週金曜日、そうですね、はい。そうだったんか、痩せるって行くか、あの太ったままでいくか、ターニングポイントターニンングポイトでしたけどね、はいこんな感じでラジオやってますけどもね。はい。 はい、じゃあちょっと時間も惜しいんで、はい行きましょうかね行きますかはいはいこのコーナーはですね恋悩める男の子普段はパッとしないゴールドリーナーの元氏の声をはんでいくコーナーでございますお願いします、はい、今週のサブタイトルがですねはい、はい、正しいデートの誘い方というね <laughs> 言い方どうなってればはい いい感じい誰を誰をモチーフにその言い方だいや俺は俺だからさ <laughs> <何>いきますかじゃあいきましょうかいきますか先週ですよあの二週にわたって先週と先々週二週にわたってですね、はいはい 最強のデートプランを考えようってうですね。やりましたけども結局もんじゃ焼きを食えばいいということでねそれで成立はしないんですけどもんじゃ焼きを食っとけばどうにかなるんだいや、ならないんですよだからこの最強のデートプラン考えたのはいいんですけど誘い方が分からないぞっなるほど考えたんですからだから誘い方断られにくい誘い方を考えていけたいかなと今までどういうふうに誘ってましたか女性をデートというか一緒に遊びに行くでもいいですしどういうふうに誘っていきましたか ここで行ってしまうと次から使えないかもしれない大丈夫ですよ、そんな知り合い見てないと思うので大丈夫大丈夫。行あのだから、この大体誘う前って LINE とかからやっぱ誘うじゃないですか、そうですね、連絡して、LINE で普通におしゃべりしててね、トークしてて、どうしましたかちょっと悪いです、いいですかしゃべってるじゃないですか、いろんな話してて、女の子、こういうのが好きだったりとか。 こういう映画を見てみたいとかこれ食べてみたいとかやっぱそういう話になるじゃないですか女の子でもそういうの出てくるよねしっかしたいっていう欲求を口に出すよね女の子そこでじゃあ今度行くああなるほど食べに行くとか映画行くとかそこで行っとくわけよああ行っとでもそれって社交辞令じゃないのでそこで大体社交辞令かもしれんけど行きたいとかまあ行きましょうみたいな雰囲気ただここで 行きましょって成立した時点で、うん、俺もこれ社交辞令じゃないと思ってるああもう痛いやつやしもう完全にで、うん、後日、うん、でもい今から行くかってなったら無理じゃないですか大体ねまあね予定あらかじめ組んでみたいなねはい、はい、だからじゃあ今度暇の時に時間が合えば行こうかぐらいの、うん、ああま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 あ、うん、で後日本当に暇があった時にこの話を振ったら大体行ってくれます、うん、なかったらいけないんだそうっすねまあそっからですね、まあ、でも,もこればかりはしょうがないんじゃない暇が合うか合わないかああなるほどそうでしょう暇が あっってて偶然暇が合うういそのための前準備ですからあなるほどね誰が行ってる場と思いますけどまあまあ誰が行ってる場と思ってるんですけど今俺が聞いてるから誰が行ってる場とはっ込めないんですけどはい俺はそうでその休みがあった時にこの前そういえば行ってたさみたいなこういうのあるじゃあ基本的にあれ女の子が行きたいところに一緒についていくみたいな感じああまあまあ基本基本はねうんああそうなんだこっちから振る場合もありますけどもああじゃあお前あれさ買い物嫌いさ大嫌いですね じゃあ、女の子はショッピング行きたいって言ったらどうすんのは一回だけ行った。1回だけ行った。もう一生行かないって決めた。うー。どうするじゃあ、もう1回。あのですね、びっくりしましたね。4時間ぐらい、ウィンドウショッピングをさせられて。俺の大好きな、俺の大っ嫌いな、今日の勝手に討論会のテーマでもありま言うな、お前、先に。あとのお楽しみだろ、お前。ウィンドウショッピングを、本当に4時間ほどしまして。 一生しいやでも楽しいと思うけどね。女の子そういうの好きだし俺もそういうの好きだし。<laughs> じゃあもうこれはもう仕方ないっすも僕はもう。佐賀だからね。え<へ> 人間性何急に九州の佐賀を言ったのしらって言われて県の話しない佐賀だからね俺佐賀んだったかなと思ってうちなんちゃうけどなと思ってそんなミスはしないと思うびっくりしただからね本当に長かったわ楽しいけどねいろんなテンポもあったやっぱでも4時間ぐらいは俺も超えてるときあるかなあの茶炭以降って言われて美浜の方そうそう美浜以降って言われて俺は美浜って言えば 映画館だったり、海だったり、ジャスコだったりするわけよ。お前の美浜といえばね。女性の美浜って、アメリカンビレッジだっけそうそうそう、アメリカンビレッジ。あの洋服がいっぱいあるところ。結構、洋服が固まって、そうそう、洋服がな。アパレル系が固まって。あっちなんすね。女性人の美浜って。いや、まあ、美浜、全部まとめて美浜だとは思うんだけど。あそこを4時間も回される。回されるってなんだろ、んもう嫌だった、俺。でも楽しかったでしょ。 楽しくはないあの超えてちょった今日だから楽しくないがあのこの女の子と女の子楽しんで行ってるはずなのにウィンドショッピングがガンガン超えてちょったはあうわうわうわそんなことあるんだはあもう嫌だってやってそんなに来るんだもんじゃいち食べて帰ろうって俺行きたいけどね一緒にね4時間は長いってこの服どっちが似合うみたいなでこの服がいいんじゃないみたいなでお前がじゃあ ここっつったらええ違うでしょこっちでしょセンスないみたいないやでもこの服だったらこれと合うよみたいなええどうしよっかな売り迷ってる何この時間へへんっつって買わずに買えるんでしょあでもウィンドショッピングってそんなもんでしょ買って帰れいやいやいや楽し買って帰れいや買って帰るのも楽しいけどやっぱりいろんなものを見てやっぱいいさこうやっていろんなものを見て試行錯誤していきたいさいいさって片付けんなよいいさまあ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  ままあまあデートの誘い方ですから,だから誘い方ですからねじゃあ芦富さんはじゃあどういう誘い方をね <laughs> あされてるんですか <laughs> どういう誘い方俺でも行かないからな俺なそんなにな女、はい、のことね何何したいうん俺からどこ行きたいとかも言わないわけさ言わないよなロマンチストじゃないさあのさ、うん、このたまにあるいろんな女子この同級生女子から、うん いーか <laughs> <laughs> あ来てるのそんなってえ怖何それあのうんだからこの <laughs> 一応高校の同級生この女の子とも約束したけど結局行けてない行ってないでしょあ,あれはってそれを俺の耳に入ってくるわけさ、うん、あーそんなあるんだやっぱりああそうなんだーど,うどうなってるのとまだ言わんけどじゃあなんか行きたいけどなんか高校を卒業する 時に言われたかからら今20歳でですすけど2年前ぐらいですかだから、うん、だからなんか連絡も来てるんでしょ連絡でも遊びに行こうみたいなた、ま、うんそんな来てない今は今はでも来てた時あったんですかだんだん無視してないあの忙しくて本当に行けなかったわけよだからそれがちょっと伸びてあの行けなくなったわけさだからこっちからまた行こうとも誘いづらいですしねなるほどね誘っていいのこれはいいんですよいいのいいんですよってお前誰意識して言ってるの <laughs> いいんお前 いやだってあっちょは遊お前と遊びたいっつって、うん、このでもお前が予定合わんかった、うん、でばらしになって、うん、まだお前から振られたら大事うれしいさ。 行きたたかっいや、いいんかな俺から誘ってそこあるよねそういうとこあるよねありますよ俺そういうところ。お前そうういとこあるよねロマンチストじゃないしさ俺ねそういうとこあるよね俺夜景とか星とか見ても何も思わない人さね人としての何か大切な感情が。欠落してるな完全になくださいよ皆さんそういう感情を夜景見てあ、いいなとはならないんだよね俺花火とかもだから嫌いなんですよ嫌いではないんですけど音がうるさいな <laughs> 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 あの、あ、今、敵にました、みんな、ごめんなさい。い花火はデジ感動するけど。すみませんでした。あの、すみません、これは一応、花火は綺麗ではあるんですけど。なんか、見慣れちゃったのかな。いや、でも、わからん、あの、土日。うん、もう、もう、完全に、あの、デートの話なくなりましたけど。はい、土日に、はい、この読谷祭り。はい 地元の読みたまつりでバイトしてたんですけどこのステージ上の音響のバイトで最後にこの花火が出ちゃうんですよ読みたまつりかデジ疲れてたんですけど死に疲れが吹っ飛んでるホにお前そんな美術的なセンスないだろお前に花火っていいなって誰が何を言ってるの俺もともとこういう音系が多分苦手だったからこれ そんなことよりもデートの誘い方を決めようぜ広がった話だから別にいいだろうだからどんなのがありますか皆さんなんかねんかいい誘い方とかむしろお誘いとかないんですか皆さん僕らにええのでも忙しいっつって行かないんだろああでもああどうっすかねガチなやつでガチなやつで言うといけないかもね行きたいですけどね 僕は今暇なんでだからねなんでしたもこれ遊びたいですけどねそうっすねんか最近だからまたこの高校時代の男の子やったら女の子どっちでもいいって言い方悪いんすけど友達と遊びたいあまあまあどっか行きたい2人で2人でめっちゃ喋りたいみたいなのが出てきて友達と男と同性でもいいんすけどこの2人きりでね 一対一で喋りたいなってよくが最近出てきましたもん、まあ、話ベタなのに <laughs> うんじゃねえよ <laughs>、うん、<laughs> 俺もでもそうしたい派だよ、はい、結構みんなでカラオケとか行って盛り上がるのもいいけど、はい、このなんていうおしゃべりとかも好きあ<ー>おしゃべりしてる方が盛り上がるなんならだから、うん、でもだから誘い方なんだよな結局誘い方ねだから大事だよねもで,もでも結局 <laughs> いや女の人がどこどここ行きたいいっていうのも あのまあ、行けばいいと思うんだけど、はい、自分はどこどこ行きたいって言って、はい、それをツアー組んで回ったりとかな暇な日に違ったりとかしたらあいいっすねでもあれだよさすがにあのなんて言うの<ん>この糸満から名護までっていうこの極端なルートは選択しないで <laughs> なるべく近場で自分が行きたいこのルートを回るっていうこのテクニック必要かな <laughs> ないんですよねデート経験がそんなないっていうのもあるんですけど <laughs> だからこそ考えようっていうのはね ということでンさんから一番成功したデートの誘い方ンさんがねこれだと原付きで音速超えないかこれということで何言ってるかと思います音速超えるのは無理でしょみたいあれ 50cc 言わなくていいですいやどうなんだねでも結局俺のが一番当たってると思う俺はでもなんか ちゃんと、この、まあ、結局連絡し合わんと、無理さ。連絡し合うのは、それはそうだよ。無理であって、で、ちゃんと、この普通の会話の時にも。ちゃんとね、この、いろいろ。この前、前置きと言いますか。後から、自分が有利になるように、いろんなの、仕掛け作っといて。仕掛けを作っといて、勝負する時に、デブなのに技巧勝手なの。勝負する時に、手札いっぱいあるから。ふって出す。これだっつって。 そのカード失敗してるとかないたまにありますたまにあるよね絶対ねその時はスッて戻してバレてるバレてるスッてです置き換えんな置き換えますいやだから誘い方でしょはい難しいよねだからねまあまあまあそうだどこ行きたいって聞き出すのも心閉ざしてたら聞けないさい。やっぱオープンな人じゃないといけないからこの自分に全く興味ない人相手が相手から自分に興味ない人を誘う時は難しいなっていうのあるよね興味ない人を誘うの 自分は興味あるけどあっちから自分に興味ないっていうこの片思い的なそれは当たって砕けろいやだからそのための正しいデートの誘い方だからねそれはもうもう運にかけたりとかコミュニケーションをもっと取ったりとか。とか逆にさらうとか何を女の子あのクッパが チ姫をさらうかのようにそしてマリオが助けに来るんでしょ結局負けるんか結局負けるわけだから結局負けるんかそしたらね、拉致だからねもうじゃあ諦めろいやじゃあ諦めそこのあのもう残り1分ぐらいの総括でそれはないと思う俺でも中田猫さんからいろいろ悩まないで誘っちゃえばってことあまあまあまあ誘っちゃうのはう当たってくだけろってことですよねまあまあ興味あったらなかったで振られるだけそうっすねしょうがないですもんだから 俺ここに行きたいんだけど暇何日暇一緒に行きたいんだけどどうかなみたいな感じで正直にさせたいいらさっきと一緒でこの手札を増やして挑めばいいさ、うんうん、この手札っていう概念が俺全くピンとこないんだけど <laughs> 今のところねペーターさんから、うん、当たって砕けポヨーンああこれ元市の方弾んでますよ <laughs> 砕けなかったということで、はい、砕け砕けづらかった <laughs> はいペーターさんなんか 僕いじり、面白いっすね。面白いです僕いじりよくしますね。そうですね。ちょっと面白いっすけど。お前いじりと意識してやってるのかわからないっすよね。急に出るんだ。正しいデートンあじゃあ当たって砕けろっていうことで、時間。時間いうことでね。当たって砕けろっていうことで。そして手札を増やしていけということです。好や、お前。当たって砕けろって今まとめてるんだから聞いていや、もう手札増やしていこう。 手札増やして当たってくだけろということで今回総括させていただきますはい以上「もとしこい始めるってや」でしたじゃあそんなもとしくんが選んだ曲がありますはいじゃあってみましょうか今週ですね「かなぶーをわかりますかわかりますかなぶーでいきましょうじゃあ「ないものねだり」ですどうぞまあ「かなぶーで「ないものねだり」が流れてということで「ないものねだり」でしょ いやそこはもう鉛だから気にせんでバンさんがあの「はい、そもそももとし恋始めなくていいけどね」<laughs> <laughs> テーマをあのコーナーを否定するなっすごいめっちゃ今コーナー否定された <laughs>、ね、一応ねまあまあいや誰も成功するとは思ってないですからあのですね先ほどはい まあツイキャス上の、はい、まあずっとこの CM 中も聞けるじゃないですか、はい、そこで僕あのヘッドホンの音がちっちゃいと言ったじゃないですか文句ね文句言ってたね、はい、今、はい、うるせえです <laughs> <laughs> おはよお前気遣えすいませんちょっと下げてもらっていいですか <laughs> <laughs> 自分で下げよう <laughs> どこがわからないですよちょっと耳が痛いちょっと覚えてみて今見といてからあそこなんですね あ,あ、いい,ぐらいで,すあでもこれ使うヘッドホーンに一応よるとは思う大丈夫です、はい、大丈夫です、はい、ありがとうございますあの、はい、ずっとこの「戻し」声始めてるら。はい、耳いったー <laughs> と思って耳掃除してこる声がめっちゃ耳いってーと思って <laughs> 耳掃除してこいのもしれないこの苗者ねだりが流れる瞬間もわぁ痛いわーって思ってちょっとね文句から始まるん T キャスをいつ言おうかなと思ってるねだいぶうったけどねこのタイミングで中谷さんからやっぱり掃除してないということでね違いますってことだからいや掃除はしてます掃除はしてますしてないだろう。してるよしてるよまいっちゃってるよそうなんまいちゃってるまあいいけど 綿棒での大好きだから俺。まみにちゃったら気をついて逆にってよ。なんだかもん。なんだもんもう。キャスの音自体が大きくなった。あ、そうなんそうなんすね。キャスの音自体が大きくなった。でもこれってあれじゃん、これの俺たちのボリューム。声量の問題かな。声問題ですし、あ、このラジオを繋いでる時、本番ラジオの本番の時と、ツイキャスで繋いでるとのこの声が、

と言ってもバウンさんがちょろちょろボテてるだけそうですね。今そんなあ今ネタ見せの時間あ終わったんですかね？いやこ今日はないですよ。あ今日なくなったんですか？いやもともとないんですよ。ないんですか？はい。あ今日あの FEC で稽古はないです。あ今日結構ないんです。日からです稽古は。あそうなんですか？はい。ああ今日なかったですか？今日稽古ないですよ。え？なかったですかね？今日稽古ないです今日は。ネタ見せとか結構は朝から。あそうでしたっけ？はい。あじゃ何か勘違いされて。あそうですね。何な知ってるから ラジオでこういうすんなまあでもそういうことです僕らが在籍して VC の話でからねはいこの何すかえっ何何何ギリギリっていうのを見せたあのさ俺今流理派売ってるじゃんリハビリの学校総具学とか技師学とかも勉強するさ総具学あの技師とか技師とか技師とかえ技師と技師 義足とか義足とか固定するコールセットとか頸椎板とか首固定するやつとかあるんだけどそれそっくりだな首固定するやつにそっくり首痛めた時使うやつそう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 そ遊びがないなうそ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  ヘッドホン組みにかきても、かけてるってよりはまってるもんなそうすね。うん、なんか、あの、大きい、あの、洗濯を挟むやつみたい。な、はい、10, 10秒前です。よろしくお願いしますよ。ペッパーや、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 ゴールドリードのアンチせーゼい。あなたはどっち派、勝手に討論会。 はい始まりまりしたこのコーナーですねいつも意見が正反対、アンチテーズな2人がお互いの意見をぶつけ合いさらに仲を深めていこうというコーナーですね先週、はい、先輩芸人の晩さんから、はい、お前ら討論せいやということですありましたけど名前を変えたいなっていうのは来週から思ってるんですけど、ね、ちょっとね今日までは討論しましょうょ討論するような感じで討論しないやつをやりますよ <laughs> はい今週のテーマがですね、はい、洋服の買い方。 さっきちょっとやりましたけどね俺不満しかねえぞこれに関してはありましたちょっとその前にメッセージ読みますルですかメールありましたああ来てますよはい行きましょうお礼です結構昴生さんからはいこんばんは本さんあしとみさんこんばんははい先週のラジオで本さんが現場実習どこに行って 何したか気になってたようなそうなんですよ。話してましたあの180度ジョイーンって話が変わるっていうありましたけど。ちょっと名前こっちちょっと伏せましょうかこっちこっち名前ちょっと伏せましょうか。私はね何何何というところで。丸丸丸というというころでパソコン講座や三語あの紐通しなどをしました。なるほど。三の紐通し。は二週間休まず遅刻しないで頑張りましょうそれはすごい偉い。 さ、そまあイン,ンインターンシップというかまあ現場実習ですからね。ちょっと、ね、した出場こられますからね。はい、まあそれそうだ。初日はめっちゃ緊張してましたけど、二二、うん、日目ぐらいからあんまり緊張しなくなりました。はい、まあまあ打ち解けられて、ね、疲れたけど楽しかったです。はい、ちなみに。 サンゴ派ってあれでしょあのなんか前置けのものでしょああ、はいはい。いや、説明できんかいと思ってたけけのやつ何か分からずに作ってたということですね、じゃあ。なるほど。皆さん、こんなメッセージもお待ちしておりますよ。お待ちしてます勝手に討論会の時間でございますけどもね。今週のテーマが改めまして言うと、洋服の買い方ということでね。どうですか、洋服の買い方。 いいろんな買方が店に行ってパーって一周回っていいなと思ったのを買って帰る10分で終わらす10分で終わらすうわカラスの行水と同じだ分からんけど難しい言葉はしないだからウィンドウショッピングなどはしないさっきも話してましたけどねしない俺はしますよウィンドウショッピングなんか1000しますよ俺は一ミリも1 0 0ていうんですかこの ウィンドウショッピングって買わないで、はい、あの見るだけとか視作するだけとかでいいものを探すっていうやつじゃないですか、はい、俺は結構そういうのもやりながら、うん、ネットでこれいいなっていうのも見ながら、はい、いろんなものを駆使して自分が一番欲しいものを最善の状態で買うなるほどね、うん、なんかちょっと思うんだけど、はいえボロボロ分からんいつも思うんだけどどういうこと このウィンドウショッピングするやつって買わないで買えることもあるさだから俺ウィンドウなんで買いに行ってるのに買って帰らんばと思ういやだから一応靴が欲しいですよ例えば靴が欲しいですよ靴屋に行きましたはいでなかったいいやつがはい買わないですだからそれがおかしいわけいやいいやつなんかなかったら買えないでしょ違う違うんで靴を買いに行ってんのに買って帰らんわけってなるわけでも何でもいいわけじゃないから違う違う違う だからそこを俺、違うなと思うのが、うん、なんかまだ靴、どの状態で買いに行ってるのって話だっけよいや靴はまだ余裕があるんでしょうまだ靴履けるんでしょまだその靴履いてる靴は使えるよる使える状態でちょっとどうしよっかな的な感じでいその程度の <laughs> そのの程度の気持ちで行ってるんだろう。 その程度の靴じゃないその程度じゃないとお前じゃあ何靴がなくなってから買いに行くんかじゃあ裸足で買いに行くんか違うさもう限界に達した時点で買いに行くんだろじゃあ靴の機能が100%あるとしますよはい、はい、これが1%になったら買いに行くああもうもうやばいから買いに行く俺残り20%ぐらいになったらあそうそう買いに行かないとなってなるだそこが違うわけよ全くもううわんで1%にならないと買いに行かないの逆になんで20%もあるんだったら20%残り20%を使ってあげようってなるの また買買ううんだかかららあじめもっっっととこてなるそしたらその19%使い数字の話はもちろんめんどくさいけどまあそうですね併用していくさこの寿命が来るまで新しいやつとそしたら別にいいんじゃないって思うんだけどねだからもう買いに行くイコールもう次からの相棒はお前らだぐらいの気持ちなんだよあも靴しかりバトなんだもうそ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 う俺うそ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 もううわ。うそうそシャツとかは年にだからま。 何回か買うけど T シャツはね上着はねズボンが全然買わないじゃないですかやっぱりまあそんなこともないですけど僕だからずっとローテーションしてるんですけどズボンはね3つぐらいあるんですよズボンがジーパンがね黒のチノパンだったり3つって少なくないでもジーンズだったりねこれだから黒のチノパンとジーンズでしょ基本的なであの またがやっぱ破けてくるじゃないですか限界来たらいや俺また破けたことないなあだから途中で買い買えるからさ違う違う違う俺どんだけ入ってもまた破けたことないやつまた破けてないってことはまだ吐けるってことだから違うまた破けてるってことは出ぶってことだからさんんじゃねえんじゃねえ違う違う違うらうだからまだ限界に達してない限界何かしらが破れてないってこといや違う違う違う破れるまで入ってるやつはやばいからなんでなんで いや破けてでも履くだろけてでも履くものはダメージジーンズだけだ。ええ、違う違う。破けてるし。じゃあ、なんで破けるまで履くのある程度破けそうだなってたら買いに行かない。じゃあ、破けたら買う。概念が違う。概念が違う。俺は破けたら買う。それでいいよ、じゃあ、矢は。矢は破けたら買え。破けたら買う。 で今このジーンズは、うんうん、破れ、けてる破て,てるよ。破れてるよ、それは。破れ、かけてる。でもなんで股の下破けんの何ドリル出てくんの出てこないわ。股の下から定期的にどんな状態だわ。股の下しか破けないんでしょ。<う>ドリル出てくんの出てこないけだ結局破れても、うん、縫えばいいさって考えになるかだから。ドリル出てきてんの出てきてないってば。 うるせえな。股の下から。うるせえな。だから股の下穴開くんだ。違うわ。俺、そのままして穴開いたの見たことない。違う。うるせえなもん。ドリル生えてんわ。ドリル生えてこないと無理だろ。穴開かんよ。違う、だから、破け、だから俺もだから、物をいいようだけど、物を大切にするはずさ、俺。違うさ。物がかわいそうだここまで、履いたら。俺、あのもう、本当にこいつらが、 限界もう無理ですって言うまで俺はつきやいやもう無理だよこれいや無理だよ一応こいつらに未来も希望もないよ見ない見ないやばいよお前この状態えこれセーフだよこれダメージジーンズでもアウトでこれ水着じゃないんですけどセーフだよいやアウトだよセーフだよいやちょいちょいもうアウトかセーフかの話って水かけ論だからそんな話だからもう俺の中では完全にもインドを渡すまで 書いてインドを渡すときに買いに行くいやないでしょ俺はあのんていうのだからゆとりある状態で買いに行くしいいやつなかったら絶対買わないしこだわるわけよだからもしも買いに行っていいやつがないなとなりましたでもそれから長らく見に行ってもいいやつ現れませんでした で、うん、結局、初日に見に行ったやつにちょっと妥協した上でいいのがあるなと<や>妥協した上で妥協した上でいや妥協はしたくないじゃあお前、ずっとはかないのかないの昔から。ら あの今では一人で買い物行きますけど、はい、昔あのやっぱ親とか付き添いで行くで行ったら俺欲しいのないっていうこだわるから、うん、親もだんだんイライラしてくるわけさ <laughs> じゃあだったら自分でデザインしなさいって <laughs> クリエイターになれと <laughs> そうそうそうでもやわクリエイターになれつつでも俺それでデザインできるわけないだろうって言わないけん いいねって知らんけどさ俺将来でもそういう仕事も視野に入れながらだからもう無理だろお前完全にもう医療関係進もうとしてるだろでも興味あるよねだからだから自分が欲しいものをえじゃあ当にじゃ靴が盗まれました学校でいじめられました靴買わんといけん 靴盗まれてんのか、俺、配点買ったわよや。ゃう違ゃう、だから、どっか脱ぐタイミングがあって、それは裸足になったら俺が悪いよ。それはな違う、来てや何よもしものもしも盗まれました。で、靴買いに行きました。でも、売ってなかったです、欲しいのが。どうすんのいや、欲しいのあるまではスリッパで我慢するよ。 じゃあその学校スリッパダメですはい革靴で我慢するよ革靴もダメですなんでよ革靴は靴だ <laughs> それは今まで履いてた靴とかは置いてあるから <laughs> それを履くよだから <laughs> もういいやもう <laughs> 一応言っとくよはい身につけるものは出会いだからそうマジで出会いだから一目惚れで帰って言うからうんおい俺も黙ったら放送事故になる <laughs> 3秒,3秒か4秒か分からんけど黙ったりお時間ということでさおい逃げんな,なん、ね、俺の投票で戦え結局今日はどうなるんですか、ね、ということで今日のいやでもこれは本当にもう正反対ですねこれに関して平行線でしたね話がねもう本当にかん一応本当に考え方、はい、お前のとしてだからこそこの2人はアンチテーゼっていう名前をつけました <laughs> はい とそうですねはい、じゃもういいですか締めましょうかじゃじゃ結局今日はどうなんですか交わらなかったっていうことでなるほどはい。結局じゃあ最後はいじゃあ2人で二人でアンチテーゼって言ってはい終わりましょうかわかりましたせーのアンチテーゼんでもこれはい時間となりましたので以上勝手に討論会でしたそれではエンディング はいもうお時間ですよはいエンディングですよ、はい、ちょっと時間が押してますのでねはいエンディング告知の方いきますか、はい、今月のライブの告知いきましょうか僕らが出るライブですけどはい F ライブからいきましょう、ね、そうですね F ライブ11月12日土曜日えっと那覇市天物館4階のレッスンルームにてはい F ライブというものがありますはいこれですねその次の週にあるあの、はい、11月19日土曜日にある、はいはい、お笑い日常の 二分のあそうですね。お笑い劇場2分のコーナーに出場するための予選ライブとなっております。こちらが6時半、18時半ですね。会場の19時開演。お値段500円となってますので。僕ら出ますので、ぜひお時間あれば。はい、そのな1週間後ちょっとお話しましたが、お笑い、FEC お笑い劇場、お笑い感謝の日ということですね。感謝の日、勤労感謝の日とかけそうですね。ちょっとね、コラボをやりたいと思います十11月19日に、土曜日にありますこれ、レッスンルームのお隣のね、天い。テンブホールでね、あります。こちらも あまあ、時間とまた時間は一緒です。六時半、時<間>18時半会場の19時間へ、はいはい、お値段が前より1000円。はい、当日1500円となっております。おますそのまた1週間後はね、小座お笑いとこ、はいはい、いうものがあります。 また、告知いたします僕のツイッターなんかで見たら告知されてますので、よかったら。ばんさんが、安いな、安すぎるよ、お手頃価格まあ演者側ですけどね、ばんさんはね。すごい。すみませんね、ちょっとね、コメント拾えずにね、申し訳ないですけど、ありがとうございます、今週もね。ありがとうございました。もうお時間ですよ。そうですね、ちょっとお時間ですね。でもちょっとゆとりを持てるようになってきましたね。早いな、もっと俺、ウィンドショッピング撲滅委員会を作りたい、俺は。 はいもう時なってますの対応すんなっってんだ締めましょうかはいじゃあ来週もまたお聞きくださいはい以上ゴールドリードアシトミとゴールドリードの元トでしたはいさようならさようならはいさようならバイバイ締め方どんな束エンディング曲をちょっと聞かすあの 追加さ音が違う。二重で聞かしいよね。追加すはい。キャスは残り三分弱ありますけれどもね。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ペダさんからおつということでお疲れ様でした。ちょっとねあの最後の討論会のところではコメントがちょっと拾えずに申し訳なかったんですけどね。はい。い。ね。いや今日ははいもうウィンドウショッピングだけは許せないっていいやでも楽しいですよね。 あそうです、ね、今日はエンディング噛まなかったというと <laughs> はいほんと中田猫さんこのお前が噛むことだけを生きがいにするかかなあ,あのツイ <laughs> ッターでのダイレクトメッセージでも <laughs> それは楽しみですっていうメッセージがてます <laughs> はい <laughs> そ,う、ね、そうですねちょっと今日はあのなかなか噛んでないですね <laughs> あんまり、ね、期待してるほど噛んでないですね愛い <laughs> の由美さんから時間いしていは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 いいは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 い はい。元氏がね、あのちょっとダラダラと長い話した方がこれでいきましょうか。今更かいと思いますよね。そうですね。これや、俺たちこれの使い方分からなかったんですよ。に嘘。あ、え、分からなかったでしょ。分かるだ。え、分からなかったでしょ。おっ、そスだけさ。え、分からなかったでしょ。分かるだ。からなかったから使わなかった。あ、そうなの。あ、そうなんだ。だから、これ第一回目で言ったさ、あの、これあのこちらなんですけど、どうやって使っていいのかな。いや、これだ。すげえ。なんだまや。いや、第一回目で言ったさ、俺。なんて この、これなんだ、勝手に言う討論会じゃなくて、大斬り。ミスっー今,今この元氏の、あのこの今発言を遮って終わらすっていうボケをかまささせたのにことがこもって終わりました。はい。今日の一日の終わりに皆さんどうでしたかひで、ね、完全にいいふりだったのに今。 ああうわうわ。どうしますか松岡修造さん読みますかじゃあ。いや、松岡修造さん、ちょっとね、あの。ちょっと俺見たい。いいすいいす。今日俺が。デブが動くな。なんでよや。デブが動くな。んでよや急にお前、あの、血栓が飛んで詰まって倒れたらどうするえ、倒れ倒れいいいい。座ったでしょ。でこから読まして。いいよ。読むのいいよ。えどうすんのいいって。読んでいいダメです。無理なんて無理。できないなんてできない。 遅いやるのもやるので違うだ今聞かすぐらいでやるやつだあと53分ということでねあと53分あ五53秒お前筋金やポンコツかお前ハハハじゃねえお前しか笑ってないやばいな今なあと53秒ですもう50秒切ってますさあと30秒でございますどうすか月寒い いや急に新しいジャンルの話は持たないと思うよもうあと30秒だけど寒い皆さんありがとうございました寒いなと思ってうるせえ様させんな寒いなと思ってはいだから昨日からクーラー捨ててないですよ遅いよそれをだいぶ前からですそれはクーラー捨てずに寝ましたあと10秒はいお相手はゴールドリード芦富とゴールディド本志でしたはいありがとうございました何だあと2秒しか残さんぱ